チタン酸カルシウムは化学式カティオ酸の無機化合物である。鉱物としてはロシアの鉱物学者レフペロフスキーの名前にちなんでペロブスカイトと呼ばれる。鉱物はしばしば不純物により色づくが無色、半磁性の個体である。チタン酸カルシウムは摂氏1300度以上の温度で酸化カルシウムと酸化チタンから合成できる。より純粋なものを得るためには 合成温度を下げるとともに、ゾルゲル法が用いられる。合成された物質は、ゾルゲル法の粉末のため圧縮性が高くなり、計算上の密度に近くなる。チタン酸カルシウムは、脳型小形、特にペロブスカイト構造の結晶として得られる。このモチーフでは、TI 中心は8面体状で、c a に中心は12個の酸素中心の格子点を占めている。 チタン酸バリウムやイットリウム系超減動体等の多くの有用な材料が関連する構造を持っている。チタン酸カルシウムはチタンの鉱石の一つと他のいくつかのものとを除いて比較的無価値である。還元されてチタン金属またはフェロチタン合金を与える。ありがとうございます。